はい、おはようございます。ヨッシーライダーです。はい、前回はですね、レベルその前にちょっと失敗した始まったものの途中で終わってしまったレベル2の粛清をもう一回読んでみました。ほぼ同じレイアウトで、その前の時は途中で中断しちゃったんですけども、メッセージとともに、無事ラストまで行きましたんで、今度は、レベル3を読んでみようと思います。はい、レベル3、偵察中。はい、今度はどこに出てくるかね。まあレベル3、1人じゃなければ別にどうってことのないレベルですけどね。さあどこ行くかな。今までのパターンだとこの左後ろか。どこだ、どこだ、左後ろじゃない、あー今度は前の方だ。前は前でも右の方だ、左の方だ。前回は右前だった。毎回バラバラなんだねこれ。来た。で、今回はねゴーレムは1台いません。ちょっとね、早めにドッパス巻いておきましょう。ゴーレムがいないんで、1台。もうね、上からこうやってね、弓で覆う、襲うんですけど、平場の戦いはね、もうね、せっかく育成した奴隷ね、やられちゃうと悲しいんで、もうゴーレムでいいんじゃないかというふうに割り切ってます。でゴーレムは割とね、拾ったパーツでだいたい組み立てられるんで、パーツを組み立てるスキル知識はあんまり入れてません。レベル2よりはミニボスの出てくるタイミング早いような気がします。数もね、数も多い気がしますけど。さあゴーレムは足止めしてるところを矢で弓矢で狙い撃ち、毒ガスで弱らせたところを台の上から救出たちがバンバン矢を打ち込みます。破壊者ね、破壊者ってドアを壊すあれを持ってるやつね。割とね、この破壊者ってやつは攻撃してこないんだよね。そこに見てるやつらがいる。来た。これは言ったけど、これは破壊者ではない。さあゴーレムの台数を増やしたのでなかなか抜けてきません。
ーレムがね、やっぱ有効だっていうのが前々回分かったんで、ゴーレムね、台数増やしました。まあね、奴隷捕まえてカンストさせるってのは考えるとね、ゴーレムをね、作るっていうのはお手軽です。ただ今のところ拾った材料でね、組み立ててるんで、お手軽なんですけれども、この材料がねなくなっちゃったらね、ちょっとどうなるのかなっていう感じはします。だけ強そうなやつらが来た。ゴーレム、そろそろゴーレムやられちゃうかな。おお、このゴーレムちょっと。スティギアの破壊者が来ちゃった。あ、ゴーレムがやっつけちゃった。お、コマンダーまで奪ってくるようです。では前回のようにダリンシアちゃんたちを連れてボス退治に行きましょう。さあ行くよ。さあボスどこに出張ってきたか。まだその辺に、あ、まだこの辺にいる。おっと、ダリンシアたちにいいとこ持ってかれちゃいました。あっち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 。レベル2の時は鍵が3個今度鍵が5個になったんで、ちょっと多いのかな。はい、ダリンシアたちがいい。あ、ここで待機。ちなみにこのダリ、あ、マトルディア、4851、4698、まあまあです。さあ、カゴ開けます。さあ何が出るかな。なんか弱そうなネームド。お、両方ネームド。
どれどれ。荷運びのネームだと、こっちは、あんまり強そうではないけど、一応戦士なのかな。お、いきなり、まあまあの、3700、4000あるね。4000。レベル0で4000。こっちは、レベル0で1500。まあ、戦士としてはいまいち。かな。もうないね。あとは。レベル3。レベル3なのでこんなところかな。檻は2つ、うん、おお、ゴーレムかなりやばいね。ここを守ってたゴーレムは、あ、こいつも結構やばいと。うん、うん、こいつは大丈夫。はい、どこに来た？あれ？ついてこない。どっかで引っかかってる。あ、いた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 。もう一人どこ行っちゃった？あ、二人か。重なるんだよね、なんかこの人たち悪いかし。ダリンシアたちをお迎えに行かなくちゃね。はい、帰るよ。ゴーレムは？お、まだ強いね。はい。はい、じゃあダリーチャーたちここに来なさいよ。来た来た。もう一人は？もう一人どこ？あれ？いや、行かなくて行かなくて。ここ、ここ。どっか引っかかってる。はい、いたいたいた。ということで、今回は脅威レベル3の粛清を読んでみました。まあ急所をいっぱい並べてね、平場は主にゴーレムたちですね、あの防御して、でそんな感じで、無事クリア、でレベル3で、まあ、ちょっと弱っちそうな戦士のネームドと、荷運びのネームド1体ずつゲットという感じです。そんな感じでした。はい、それではね、今度こそ次回は安部さんと同時配信でお会いしましょう。さよなら。